sub. Thank you.
見事な技にござった。貴殿の心、刃を通じて垣間見た気がしまする。 太閤秀吉様には本多忠勝殿と並び称され、西国無双と祭り上げられたものの、心は乾くばかり。銀千代がこと死ぬまで悲惨。橘の儀他ならぬ銀千代に教わったのだ。心を殺し太閤様への儀を貫くのみ。 ウィリアム、官兵衛殿が船員を手配してくださった。わしは大阪におられる家康様へ石田方の動きを伝えに参る。早速毛利へ向かう長政殿と共にリーフで号で大阪に向かうことにいたぞ。 あの怪しい噂に聞く海坊主、いかにお主とて歯が立つまい。リーフデ号もひどいありさまじゃ。ひとまず秋に寄るとしよう。長政殿は親族にあたる平岡頼勝殿の調略に出向くとのこと。船が修理されるまで身動きは取れぬし、毛利の調略を手伝ってくれ。
れが石田の家臣筆頭、島左近殿。敵にはしたくない相手よ。しかし、左近殿でも毛利の調略は難しかろう。
満ちているようじゃの。晴らす手立てを探すのじゃ。
そこまで鉱毒が。早う遠見を回さねば。あの変な石が危ねえ。近づくと鉱毒であっという間に大堕物だ。
たたたりじゃ銀だけ取ってりゃよかったんだ。
蛮人の国にはどんな刀があるの？蛮人の国にはどんな刀がある？ねえねえ、海の向こうのお話を聞かせてよ。またどうぞ。